シメオン・ボリソフ・サクスコブルク・ゴツキは、ブルガリア王国の最後の国王、ブルガリア共和国の首相。国王在位中の故障は、東欧革命後に就任した首相時代は逆に生による、サクスコブルク・ゴツキ首相である。サクスコブルク・ゴツキ家は、ドイツ貴族ザクセン・コーブルク・ゴー・タケの分家で、同じくザクセン・コーブルク・ゴー・タケから分かれた、イギリスやベルギーの王家とは同族である。 サクスコブルク語付きの日本語表記としては、サクスコブルゴ付き、サクスコブルゴ付きなどの表記も見られる。なお、日本国外務省による公式表記は、サクスコブルクとなっている。ブルガリア王ボリス三世と王妃ヨアンナの長男として、ソフィアに生まれる。マリアルイザ王女に次ぐ、第二子で、定前はいない。第二次世界大戦中の1943年。 不応ボリス三世が休止したことを受けて、氏名を二世として六歳で即位し、叔父のプレスラフ公、キリル王子、首相ボグダンフィールフラの接唱団が政務を取った。終戦後の1946年に、ブルガリア人民共和国が成立して王政が廃止されたため、九歳の時に、母キサキラと共に、ブルガリアを後にして、エジプトへ亡命した。その後、亡命先をスペインに変更した。 スペインに移った後はアメリカの陸軍士官になったり実業家として生計を立てていた。サクスコブルクゴツキ首相とプーチン大統領1996年50年ぶりに祖国であるブルガリアに帰国した。政治的な意図はなく東欧革命後の民主化を象徴する出来事の一つという意味以外は持っていなかった。ところが当時のブルガリアでは経済改革がうまくいっておらず、 元国王という肩書と西側で実業家をしていたという経歴から次第にシメオンに対する期待が高まった。これを受けたシメオンは2001年にシメオン2世国民運動を結成し当初に就任、総選挙で議席の半数を獲得して首相に就任した。その後、ブルガリアの経済改革はシメオンの手腕によって回復方向に転じた。 元国王が祖国の首相として復帰したというニュースは旧東王が共産主義化した時に王位を追われた元国王王族たちに一流の希望を与えたが使命二世に続いて祖国の政界に影響を与えるような存在になった人物は他にはまだ出ていない首相就任の際の共和国憲法への宣誓は王位放棄とも受け取られたが自身は王政復活の是非は ブルガリア国民が決めることとだけ述べ、福井の是非に関する直接的な言明は避けている。2005年6月20日の総選挙において党は20%の得票にとどまり、31%の社会党の後人を廃した。社会党の組閣は難航し、結局8月15日に社会党、セルゲイ・スタニシェフ主犯内閣に連立参加することで決着し、 シメオンは首相の座を譲った。2015年4月7日、長男の樽の母校、カルダムが死去した。これによって、シメオン2世が持つ大い請求権の継承者は、カルダムの長男すなわち着尊であるボリスとなった。2015年4月29日、ブルガリア正教会は、教区内の教会、修道院で執り行われる法人礼に、 シメオン二世のための祈りを加えることを決定した。方針例の中で、シメオン二世は、ブルガリア皇帝シメオン二世と言及されている。5月2日、ブルガリア総主教ネオフィトから、リラの誠意を暗勲賞一等を授けられた。同日、ロセンプレブネリエフ大統領は、ブルガリアのキリスト教徒を、君主制支持者と共和制支持者に分裂させる恐れがあるとして、 シメオン二世のための祈りを加えるという、ブルガリア正教会の決定に対して、最高を望むとの考えを明らかにした。5月6日、シメオン二世は、ブルガリア総主教に書簡を送り、ブルガリア王シメオン二世のための祈りを加える、決定を取りやめるよう求めた。ありがとうございます。